どうも、こんにちは。第131弾、インファマスをプレイしていきたいと思います。前回が、車が衝突して爆発して、そこから、終了したんですけども、まあ、そこからプレイですね。まあ、車には近づくなって言われたんですけど、まあ、ちょっと近づいてみます。持ち上げろ。どうやるんだろう。パッドを。どうやるんだろう、こうかな。お、上がった。なんか動画では見れないと思うんですけど、コントローラーパッド思いっきり上げました。ダメかと思ったぜ。さすが。おい、ハラスだ。くそ、言う通りに、その手をゆっくりこっちに向けろ。傷つけるつもりはねえ。あいつが来る前に繋がりたいだけだ。離せと言ったんだ。従わないと撃つぞ。何け、嘘だ。お前、傷つけるつもりはねえって言ってんだ。なんだろう、なんか囚人みたいな人っすね。兄貴、何が起きてんだ。兄貴を見つけよう。え、何、一体どうなってるんだ。あれ、何これ。俺、一体どうしたんだ。あったか、クソ。止まれ、止まれ、止まれ。うわ、危ねえ。何が起きてんだよ。何なんだよ。わけわかんねえ。おい、止めてくれ。兄貴、兄貴、助けてくれよ。ダメだ、ここを通らないと。スモックダッシュ、スモックダッシュってどうやるんだろう。あ、丸か。どうなってんだ。お、すごい、なんか丸ボタンです。うわ、やべ。兄貴、兄貴、大丈夫か。今のは何だ。今溶けてやる。お前、今溶けるのが先だろ。どうやんの。ああ、分かった。よし、押すのを手伝ってくれ。車を動かせ。どうやんの。どうやるんだろう。お兄ちゃんが、足引きずられてるんですけど、どうやって助けるんだろう、これ。あー、こうやるのか。コントローラーパッドの真ん中を押し続けたらいけます。すっごい。止められないんだ、止められないんだよ。兄貴、止められないんだ。大丈夫、大丈夫だ、引きずって。いいな。落ち着け、大丈夫だ。まさか俺、コンチ違うか。違う。いいか、お前は俺の弟だ。いいな、俺の弟だ。オッケー。こんなの一時的なもので、絶対に治るはずだ。いいか、ダルシー。わかったな。あ、さあ行くぞ。みんながやられてしまう前に、バイオテロリストを止めないと。いいな。わかった。ダルシー。しっかりするんだ。オッケー、大丈夫。行く。行こう。おい、さっきの技はもう使うなよ。いいな。でも力を使わなかったら、あの時兄貴の。いいから、約束するんだ。ああ、分かったよ。いいことだと勘違いしてほしくないだけだ。実際、違うだろう。保安官入れません。音
缶が壊れてる。ベティがまだ中にいるわ。マジかよ、鍵は溶けてるじゃねえか。しまってる。どうやって入ってんだ。多分走り抜けたんだろ。冗談だろ。試しゃわかるぜ。もう抜けれた。待て、あいつは。わ、すごい。おお、通気口。こりゃいいや。ああ、通気口から抜けれるんですね。だから。お、すっ。おほぉ。あらら。痛くないぞ。消えたらつまんねえだろ。すぐ行くぞ、ベティ。ばあさん逃げる。近寄るんじゃないよ。俺は助けたいだけだ。やめて。やめて。デルシー。俺はただ通りすがっただけだ。人がいるなんて知らなかった。俺に何しやがった。コンジットか。ベティ、あ、後で説明するから早くここから逃げるんだ。よし、じゃあな。元に戻すまで逃がすかよ。人生のほとんどを無所で過ごしてきた。逃げ出すなんてちょろい。絶好のチャンスってやつを待つだけだ。この力を手に入れてからはやりたい放題さ。あの DUP ってやつらに捕まるまでは。そう、あそこには俺らのための特別な部屋がある。拘束して力を封じ込める方法まで知ってやがる。あそこじゃ餌を与えられて体を洗われ、てめえのケツまで深い。人の住むとこじゃねえ。クソくらいだ。ああ、何か能力的な能力者っていうのがコンジットって言われる人なんですね。テストってやつを何度もされた。でも時間があればコツってやつも覚える。とにかく待つんだ。やつらが隙を見せるまで必ず来る。何かを見たり聞いたり、いい情報が手に入るときに。だからあの女が3人を車に乗せたとき、俺には分かった。絶好のチャンスだ。お前、俺の頭の中見たのかよ。あんたがやったんだろ。見たんだろ。 DUP の豚箱だ。お前も捕まれば入れられる。おい、ちょっと待てよ。うわ、悪いことは言わねえ。さっさと失せな。俺を元に戻すまでどこにも行かせやしねえ。いいか、何があったかは分かんねえ。だが逃げる覚悟はしとくんだな。なんだと。うわ、なんかここめちゃんこ攻撃されてる。テロリストだ。逃げる側になっちまったってことさ。俺は逃げ延びてみせる。お前を傷つけてでもな。まあ、ハンクを倒しに、自分に何か、ハンクを倒せって書いてですね。まあ、こんな感じでちょっと、まあ、お話ししてると、このストーリーのお話が多分聞きにくなると思うんで、まあまあ、こんな感じでちょっとだんまりではあるんですけど、まあ、こんな感じで、次回もちょっと進めていきたいと思います。じゃあね、この辺で終わりたいと思います。ではまた。